はい、どうも、サオでございます。ということで、今日はね、前回の生放送中にね、マフデトをね、引いてしまい、まあ、低評価の嵐なんですけれども、そのマフデトのね、回復負荷、ちょっと見ましょうか。まあ、今強い回復パーティーを、まあ、結構蹴散らすことができるんじゃないかということで、デビルランブル行きましょう。で、5218でまだまだなんですけど、まあ、そろそろ敵が格上すぎるんだよな。というわけで行きましょう。あ、今回この後用事あるんで、多分無編集です。申し訳ないです。それでは行きましょう。とりあえずランブルは、スライドスキル打って先にドライブ打った方が勝ちなんで、もうマヤウェルで、もうしょっぱなドライブ。あ、ちょ、待って、音鳴ってる。ドライブゲージをね、上げていくと。ぬさるか、危な。フシ、今やばいダメージ来た。超タイミング良かったぞ、フシの。まあ多分次で倒れるけどね。あ、倒れたね。まあルサルクはね、昨日入手して適当に入れただけです。まあ、正直キュベレーの方が良さそうだな。キュベレー入れよう。はい、マフデと、鬼ごっこはおしまいだ。敵の耐久力を下げられるんで。良い感じ。まあ格上ですが、まあこっちオートではないので、まあなんとか。てかキュベレ硬いですね、やはり。痛い。はい、さようなら。まあ一応マフデトのスキル、マフデトのドライブか、ドライブの方が強いので、今フレイが星5なので、強いキャラのドライブを打つのがいいですね、一番。さあ、2戦目行きましょう。あ、シュリンクスだな。怖えな、そう、フェンリルか。で、アルゲースが、スキル、チャージ量、減少か。まあ、相殺はできる。てか、リーダーを、マヤウェルにして、ドライブ量、上昇を使ってます。さあ、フシつけて、アタッカーにフシつくんで、めっちゃいいっすね、これ。フレイが倒れている、ほぼ。まあ、これで、まあ、ドライブ加速パなので、ささっとドライブが打てれば、あ、グレイト、いけないかな、これダナいる、硬いけど回復負荷にしてるから回復はさせなかったということで、ダナも結構倒れそうで、フッシュ入った。おっしゃ、マヤウェル死なない。で、マフデト行け。あとはマフデトのアタッカー性能にかけるしかない。アルゲス遅延してくるからな。フシ。オッケー。で、ドライブ上げて、もう一回打てるんじゃないか。90%。さ、マヤより使っちゃおうか。溜まったのから使ってしまおう。回復できるしね。オッケー。まあ、ダナー今18レベルぐらいだった気がするんだけど。星5よりは強いですけどね。多分星6の18レベルだったと思う。これ。速攻場だったら、普通に体力ババって減るんで、減らされてしまうんで、まあ、ルサルカでも短期決戦に持ち込めますね、フシで。ちなみにフシは体力0にならないっていうスキルですね。十何秒間。オッケー、クリティカル出た。クリティカル出ると、回復型でも回復量上がります。なので、回復型クリティカルガン詰めした方がいいっぽいですね。で、妨害型クリティカル上げて、状態上抵抗を上げる。で、今度はステータスが何に影響するのかと、おすすめ武器、型別おすすめ武器っていうのを、動画で出そうかなって思ってます。まあ、来週ですね。フシフシ、フシつけよう。よし、クリティカル。こういう感じでクリティカル上げてるんで、ルサルカ。はい、こっちもクリティカル上げてます。アリアはね、ちょっとね、デビランでは微妙かなってとこありますけど。いいっすね、これ。お!あ、5か。ついにシルバーに行けたかと思ったら、まだまだでしたね。さあ、次。あ、42000なんだけど。
めっちゃあるじゃん、戦力差。あ、キュベレにすればよかった。ルサル監督。ちょっとアンノウンと戦うときはキュベレにしましょう。さあ、ヘスティア、ダナ、アリア。横か？ナイアスか。おっと、これやばいな。星5を染めか。とりあえず、ガンガンドライブ打って、アフデット打って、回復負荷にする。ハデスが、怒り爆発持ってるから、ささっと倒さないと、反射でぶっ殺されると。急げ！ドライブ急げ！マジで急げ。あ、やばい。プレイやられた。なんでグレートになっちゃうんだろう。あ、これ出力画面で見てるからか。え、買った！これダメだな。これは戦力差がありすぎるか。不死。不死で防ぎきれないよ、これ。マフデと、アリア倒れた。いや、無理だな。いや、でも、もうちょい。じゃあ、もうちょいだな。ちょっと今、マフデと、ちょっと使うのがね、遅かったっすね。初手で。クールタイムが遅れてしまった。キュベレ入れて、まあ、37,000ぐらいになるんで、ちょ、アンノウン行って終わりましょうか。もう結構やっぱり回復負荷で敵の耐久力が完全に下がってますね。攻められなかったんですよね。4000台でも。で、マーフデと入れたら結構攻められるようになったんで、回復負荷の恩恵が本当に感じてます。さあ、バリア張って。で最初にマフデと使った方がいいですね、これ。で、ま、魔女の遊びでドライブゲージを下げておいて、でダビが全体攻撃持ってて結構それでやられることもあるんで、キュベレイ。あ、これ動画のテンポ上げるために2倍速でやってます。ドライバー上げる。で、フレイで攻撃。で、マフデとで潰す。鬼ごっこはおしまいだ。あ、勝てえな、でも。6000、7000出るんだよね。マフレートって。あ、マフレートは今日の主役がお疲れ様しました。これで回復負荷がかけられなくなってしまった。硬えな、60レベル。よいしょ。ドライバーさせませんよ。あー、てか、バフ剥がしちゃおうか。てか、バフがかかってる、これ。剥がすまでもない。これランフェでバフ剥がしちゃえば回復できなくなるね。ちょ、回復されたタイミングでちょっと、ドライブでバフ剥がすまでもなさそうだな。あ、でも回復してるね。剥がしましょうか。バフ解除。あ、倒しちゃった。ということです。はい。なのでね、結構マフデといい感じでございます。で、ルサルカはもうちょい育成しなきゃダメですね。最終的にキュベレにしたんでね。ちょっと悔しいな、ここ。ここ負けたの悔しいですが、まあ、何度もできないので、ちょっと、この鬼ケースをね、もらって、今日は今回はね、適当な動画でしたが、まあ、デビルランブルも結構楽しくなってきました。で、このね、デビルランブルの勝つコツは本当にドライブささっと使うのもそうなんですけど、やっぱ、メインで使われているキャラとかをね、一気にね、図鑑かなんかで、スキルの効果。あ、こいついる、回復キャラだ。あ、こいついる、ドライブ減らされるぞ、みたいのをね、頭で覚えると、結構勝率もね、細かいところで上がってくるかなって思います。というわけで今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。デビルランブルも頑張ってみてください。